どこかへ自分で勝手に限界を決めていたよ。世界とは常識の内側にあるって無理してみても何もいいことない。大人たちに教えられてきたのは妥協さ。空の果てに向かい風は吹き続ける。見上げてるだけでいいのかい。もったいない。さあ前に遠く遠め力の限り足を¡Gracias!